児童虐待事件が相次ぐ中、政府は親からの体罰禁止を明記した児童虐待防止法改正案などを先ほど閣議決定しました。子どもたちの命を守るのは私たち大人全員の責任です。この強い決意のもと、児童虐待防止対策の抜本的強化についてをただいま取りまとめました。今朝閣議決定された児童虐待防止法と児童福祉法の改正案の最大のポイントは、親からの体罰禁止を明記した点です。さらに児童相談所の体制を強化するために医師と保健師を置くことを義務付けます。一方、民法で規定されている親が子どもを戒めることを認める懲戒権については、しつけと称した虐待につながりかねないとして、施行後2年をめどに見直しを検討します。